2022年、ダイアリーは一人の就活生の面接動画を撮影した。中央大学総合政策学部政策科学科から参りました3年生の久保田志音と申します。サマーインターンの ES を出させていただいて、一時は通ったんですけれども、集団面接の方でダメだったという。広告業界への就職を目指し、元博報堂社員の南さんに実践形式での面接をお願いした。高校生と一緒に社会問題について考えていくという活動に参加させていただいております。社会問題具体的には何ですか？沖縄の基地問題が一番大きい問題。数字的には何を根拠にするんですか？何を変数に入れるのかっていうところも定まってはいないんですけれども、そうですね。ちなみに目標として大学の在学中に何校に回りたいとかってあるんですか？まだちょっと具体的な数が出てきていないので何とも言えないですが、今年は自分の目標ですよ。そうですね、自分の目標、結果は不合格。思うように話せず悔しい結果となった。なんでこんなに栽培人で惹かれるんだろう。この動画は就活に悩む大学生にダイアリーが伴走し、その苦悩や努力を徹底的に追いかけたその記録である。栽培大学っていうところを試行させて自信があるから。ちょっと多いけど多いじゃないよ。ディレクターのバラマツは面接を終えたシオン君とワンオンワンを実施した。なんか気づきとかありましたよ。ありました、ありました。だから切るカード間違えたわ、この人に対してって思いました。沖縄のカードってあれは多分切ってはいけないカードだと思って、結構知識がないって言われたと思うんですけど、まあそれは言ってないだけなんだよなって思いながら、なんか言ってもさ、なんかあんまり別にねえっていう、なんていうんですか、専門性の高い話だから、それは僕も何百本っていう論文を読んで、僕も何本も論文を書いて知ってるよと思って、だからあ、これはちょっと切り札だって最後だなっていう。最終面接で大学で何してたんですかって言われた時に、あ、こういう体験やつやってましたよっていうふうに言えたらいいかな。面接の話題となる他の強みについてディレクターのバラマツが聞いてみると、去年も向かうところ的なしみたいな、あれどんなかだったら誰にも負けないかな。その塾でのエピソード、あんまり広告だと響かない。あ、そういうことだったりしたね。就活っていう枠組みで圧倒的に改善したいとか何か。でも面接カードの切り方どの順番で切ったら勝てるのかっていうのが今分かってないので、そこ改善したい。南さんとリベンジしたいですね。それしたいですねめちゃめちゃしたいですね。南さんにの面接やりましょう、ね、めちゃめちゃ嬉しい、うん、でそこでどういう風に言われたら、なんか自分を伝えられたなと。シオン君がいると仕事しやすそうだよねっていう風な言われ方をしたら僕の勝ちかな。ここはちょっと伝えられるように工夫しています。ぜひ。じゃあ南さん、出演依頼するので、ぜひお願いします。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。シオン君とのワンオンワンの後、先輩ディレクターと振り返りを行うことに。なんだろう、すげえ気になったのは、面接まで行かずに ES で落とされて、でもなぜかその先の面接を攻略したいってやつを言ってたじゃん。本当に就活をしていい企業、まあ、それこそ裁判に行きたくて裁判の面接を突破したいんだったら、そもそも面接に行く手前の落とされてる ES をなんとかするのがいいんじゃねって思っちゃうんだけど、それはなんかどう思う？確かに。は伝えた？しよう。いや、伝えてない。ああ、そうなの。それはなんで？なんか純粋に、その南さんとの面接、1回目の南さんとの面接で悔しいって思ってたから、うん、もう一回リベンジしたいっていう気持ちを純粋に応援したいって思っちゃった。ジョン君が言ってることを認めてあげるだけの存在になっちゃってるっていうか、シオン君の本当の成長を願ってるんだったら、優しさって捨てなきゃいけない場面あると思うし、ここが今ちょっと捨てきれてないかなっていうのは見てて思った。でもなんか違和感はあったんだよね、その、
添削受けたとかって聞いた時に、うんうんうん、あの1回も受けてないって言われた時になんでって思ってたりとかしたけど、うん、あんま冷たくないとかっていう。あーなんで、なんか険悪な雰囲気になるというよりも、うん、純粋に応援して、うん、なんかポジティブな気持ちのまま成長してってほしいっていう、なんかエゴ、うんうん、英語的なのがあるかも。なるほどね。でもそれはどうなんですか、結局自分、バランスは自分を思っちゃってね、いい人でいながら成長に貢献できた人になりたい、うん、私が話しづらい存在とかになってほしくない、うんうんうん、っていうのでもあったけど、それを話してる自分も今めっちゃ言い訳だなと思ってる。結局それもそれを言い訳にして自分を守ってると思う、うん、から全然向き合えてなかったと思う。先輩ディレクターからの指摘を受けたバラマツ、実はその指摘がある人物の発言に通じていることに気づいていた。でもなんか南さん今言ってくれてる話と南さんの意見ってめちゃくちゃ合致してるから、南さんにもう直接しおくんにプライド捨てきれてないとかっていうのも直接言ってもらうっていうのが一番いい気がする。出てくれるの難しい気がするけど交渉します。後日ディレクターのバラマツは南さんへの出演交渉に臨んだ。あの南さんに2回目のそのシオンくん面接ぜひあのさせてやっていただきたいなと思ってます。ででもそれさ、あのアドバイス秒で終わるけど、あ、はい、なんかさ、はい、伸びしろがあるならね、はい、その違いがあるんだけど、うん、結局なんかなやなやしてるから、なんか結局閉じこもるじゃん、彼って。なんか引きこもりというか、なんか伸びしろ考えてるから、うんうんうん、なんかチャリフォームしろって結局しない気がする、うん、と思っちゃう。うん、まあ、彼段階じゃないよって話かもしれないけど、はい、本当にするのかな、最後。本当にするかどうかは、なんかわからないなと思って。俺も知ってるし、と思って。チャイフォンしたけど、受かるところに行くし、俺はみたいな感じで、ヘッドスマイルもあるし、俺はっていう死亡、死亡がある感じ。なんか今わからないのは、しおくんがそれはなんか忙しすぎて後回しになってるだけな気も してて、なんかそれで本当にしおくんの人生がそれでいいのかっていうのがなんかわからなくて、結構後で後悔する可能性あるなと思うんですよ。はい、すると思うよ。私もそのインターンでシオン君と関わってて、本当にまだ彼の本当のなんか本音部分みたいなのを見れてない気がしてて。本音部分は態度だけで、態度でも根本素直でいい子なんですよね。素直で、いや素直さ感じない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 感じません。浅いっす、それで。厚みも浅い。うん、ちょっとちょって言ったことも大したことなんか大げさに言うから、うん、なんかあんまりコミットしてない人は違うんでないこともすごいやりましたから、確かに、うん、死んだって、なんか、うん、そう、それってなんか人間誰でも変われる可能性あると思ってて、しおんくんもなんか今本当にいろんなことに、よく言えばいろんなことにチャレンジしてて、悪く言うとなんか全部浅くなってて、ダイアリーのインターンとかも、そう浅いと思うんですよ、はい、ダイアリーのインターンももっとできることあるけど中途半端になってしまってるかもしれないっていうところで、なんか切った方がいいんじゃない、うんうんうん、切った方がいいと思う、終わりじゃないよ、うん、なんかすごく大きく変われる可能性がありそうだなって思うんですよね、しおんくんは。なんか今の状態が確かにまだ素直さが足りてないかもしれない、足りないよ、足りないし浅い、でもだからなんか大きく変われる可能性があるなっていうのをすごい思ってます。でそれはなんか彼に大きなきっかけが必要だって思ってて、でなんかそれを作れるのは今は南さんしかいないって思ってるんですよね。なんかそんなに多分彼に本気で
なんか怒りの感情で話してくれる人が多分近くにいないんだと思ってます、はい、そう。それをなんか伝えてくれる人が多分みなみさんしかいなくて、でしおくんもみなみさんと話したいっていう風に言ってます。じゃあ短くならいい、30分とかなら1時間ぶり承知しました。30分、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、よかった、ありがとうございます。よかった。すごい、すごい、まだ。一度が。あ、そうだったね。長かった。いや、ありがとう、しゅん。いや、ありがとう。Thank you. どうだったの？聞いてて。めちゃくちゃ面白かった。面白かったね。ここで聞いてくれてどうでした、うん、まあ、でも、絶対出てくれるとは思うよ。でも、なんか変に気遣って、しゅん君になんか、気遣わないでほしいなとは思うね。あ、そうだね。うん。もう今動画で電話で言ってたらそのまま直接言ってもらえるといい、いいかもね。間違いない。で、近江ホームをするとこまで旬代理が応援できたらいいですね。いや、そうだね。うん、うん、そうしよう。それが一番時間使ってよかったってなるから、うん、なるなる。あ、変わったら多分嬉しいもんね、みなみさん、うん、久しぶりです。緊張するの絶対に大事、死ぬほど大事。つかないと多分段に上がれないので。南さん面接の失敗と悔しさを抱え、バラマツとのワンオンワンを重ねたシオン君、南さんとの必死の交渉に成功したバラマツ、リベンジ面接で屈辱を果たせるか。今は自分でどうやって生きてれば、熱を伝えたいっていうところ、モチベーションの源は自分のととして考えられない。一緒に生きてくれた方がいいです。ありがとうございます。弊社ってちなみに第何志望ですか？第一志望です。あー、見たくない。はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。はい。